ラブライバーによるラブライバーのためのラジオ、その名もとあるラブライバーのファンチャットラジオ、イエーイ。はい、というわけでですね、始まりました。まったり声ですいません。ですね、今回もとあるラブライバーのファンチャットラジオ始めていきたいと思います。 MC はですね、私いつもちょっとだけトーク力がある私浩平がお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、丸というわけでですね、今回で第13回目でございますか。13回悪魔の数字13、そしてラブライブがいつもアニメが終わる時の話数13でございますけれども、いやね、13回目ということで本日もよろしくお願いいたします。ということでですね、もう今回はね、ストレートにさささっと進めていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。よいしょ。ということでですね、じゃあ早速いろいろと最新情報等、お伝えしていければなと思います。はい、ちょっとですね、このラジオが配信されている9月3日ですから、その2日後ですか、9月5日からですね、セブンイレブンコラボ、ラブライブサンシャインとセブンイレブンのコラボが始まります。はい、その第1弾といたしまして、あれですね、クリアファイルですか、対象のお菓子を1個買うと、あれがもらえると、その何ですか、その何だっけ、ごめんなさい、クリアファイルがもらえるということで、まあこれ当然いきますよ僕は、まあ、当然いきます。はいはいはい。ということでですね、はい、まあなんでいきますんでね、まあそれももしご紹介できれば、紹介したいなと思います。はい、丸ということでですね、じゃあお次のいきましょうか。お次にお伝えする情報は何でしょうかね。セブンイレブンラブライブサンシャインの、キャンペーン第1弾、イメージが、すいませんね、こっちの方が先です。先ほどクリアファイル配布されると言いましたけど、それは9月5日からで、9月1日からすでにイメージカル決定投票というのが行われております。はい、全18種、オリジナル亀紙がプレゼント、1投票ごとにですね。はい、イメージカルに選ばれたメンバーは書き下ろしイラスト化され、立体化、そしてフィギュアですかね、これはフィギュアじゃないのかな、これは違うのか。アルターが立体化して、フィギュアメーカーか、アルターで立体化され、後日セブンイレブンでの販売を予定しておりますということでですね、いやーすごいですね、これ CM とかにもなったらやばいですけどね、さらに、まあいいでしょう。はい、そういうことでですね、まあそういう感じでございます。はい、皆さんね、ぜひイメージガール投票してみてはいかがでしょうか。皆さん投票するとしたら誰にします？セブンイレブンとラブライブサンシャインのメンバーに投票するとすれば。僕でしたらね、まあ本当だったら推しをね投票したいっていう気持ちは十分にあるんですけれども、ね、やっぱりセブンイレブンに合う子って言ったら一体誰なのかね、近くて便利セブンイレブンに一番似合う子とすれば誰だろう、やっぱ元気いっぱいはっちゃけてる近くかなって感じはしますんでね、ある意味そういう意味で言うと高見地下がセブンイレブンの投票にはイメージガールには向いてるのかもしれませんね。はい、まあその辺は皆さんのね投票にお任せするとして、はい、というわけでですね、じゃあお次の紹介いきましょう。ということで、じゃあお次の情報いきましょうか。はい、何でしたっけ、そうだ、こちらだ、俺ちょっとこれ期待してるんですけど、淡島マリンパーク新商品&新需要品のお知らせ、 ご案内ってことか。はい、淡島マリンパークより新商品が出るということで、まずこちら、
B2 タペストリーが出ます。はい。淡島マリンパークにて出た、コラボレーションイラスト、これはキャストさんの集合写真、淡島マリンパークになっているのですね、僕も行った、僕も行った、淡島マリンパークのですね、コラボ商品じゃない、ごめんなさい、集合写真がありましたけれども、あのアザラシとね、なんか一緒に撮ってる写真がありましたけど、あれをいわゆるアニメ化としてイラストして、それがタペストリーとして出ます。はい、皆さんね、あのぜひ買ってみてはいかがでしょうか。はい、販売ショップはあのショップ島太郎というですね、マリンパーク園内にあるお土産売り場です。はい、僕も行ったんですけれども、まあ、当時はねちょっとサンシャインのコラボ商品とはなかったんで、ちょっとあれだったんですけど、まあ、次ねまた聖地巡礼行く際に、まあ、買えれば買いたいなと思っております。はい、そして、淡島神社の商品といたしましては、エマがあります。はい、エマがございますので、皆さんね、何か願い事等書きたい人がいれば、淡島神社までね、あの難攻不落な、淡島神社までね登って、お買い上げじゃない、あのねエマをね飾っていただければなと思います。まあ、それかね、お土産用に買うとかでもいいですしね。はい。まあ、どちらかに使っていただければ。それかね、まあ、両方でもいいかと思います。お土産用と、あと、神社にね、置いておく用と。はい。二つでいいと思います。はい。ということでね、あと、水戸市にですね、恋になりたいアクアリウムをイメージした水槽が登場しました。ということで、水戸市、泉とシーパラダイスですね、の恋になりたいアクアリウムコラボ水槽が登場ということで、チケット売り場があるんですね。本当に入り口のすぐ横です。はい。俺が動画撮ったあの場所の、本当、あの場所のすぐ横がチケット売り場になってるんですけど、おそらくそのあたりにこの水槽が置いてあるということなんですね。はい。まあ、皆さんもね、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。はい。という感じでございますけれども。じゃあまあお知らせ、他になんかないかな、お知らせは、まあ、ちょっと確認をしてみますけれども、ああとそうだ、あれこれは前言ったっけな、なんだっけ、あのあれです、静岡県沼津市がですねもう参加した、第2回全国ふるさと甲子園でですね、うちっちがですね、うちっち誇る沼津市のグランプリを受賞したということで、沼津市がグランプリを受賞した、まあ、いわゆる優勝したということで、これはですねどうも、まあなんかね、このふるさと甲子園というのがなんか秋葉原で行われていたのかな、確かそうだったと思うんですけど、間違ってたらすいません、だったと思うんですけど、これがですねなんと、ラブライバーも応援に駆けつけたということで、まあ、優勝したということでね、もう今のラブライバーの皆さん、沼津市には大注目ですのでね、皆さんもぜひ沼津市一度は行ってみてはいかがでしょうか。あそこ魚美味しいですよ皆さん。はい、あのやっぱね駿河湾に属し、あのね駿河湾に面しててね、非常に魚はもういろいろ取れる、そんな沼津市ですので、皆さんぜひね行ってみてはいかがでしょうか。なんか観光大使になりたいね沼津市の、そういうことでございますけれども、それこそね、なんか沼津市のね観光大使になれたらね、アクアの皆さんからね、なんか、なんか、お褒めの言葉みたいなのをいただけるとかね、何言ってんだ、そういうことでございます。はい。まあね、まあそんな感じでございます。はい。お米が消えないのはなぜ？じゃあね、お次の情報と言いたいんですけども、じゃあお次はどうしようかな。じゃあお次は、アニメ情報、アニメ情報じゃない、アニメ本編のですね、振り返りと行きたいところなんですけれども、ちょっとねまだ10分もね時間があるので、もうちょっとなんか情報語っていけたらなと思っております。はい。じゃあ、
こちら紹介しましょうか。セガ、セガね、ゲーセンで有名なセガからですね、新商品が出ます。はい。ラブライブサンシャインのつながる寝そべりラバーマスコットを絶賛受付中ということでですね、価格500円。アニメショップ等において発売されます。はい。裏面はラメ入りということでですね、ぜひ皆さんこちらも買ってみてはいかがでしょうか。ラバストとかね、サンシャイン系だったらまだあんまり出てないんでね、これがある意味第一弾的なね感じにもなっておりますので、皆さんね、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。はい。ということでですね、まあね、あとそうね、缶バッジがね出てくれればね欲しいんだよね。まあ、ただラブライブ系ってね、あんまりそこまで缶バッジをねオープンな感じで出すようなアニメじゃないんだよね実は。それこそね、今じゃでもないか、今も受付終了しちゃってるんですけど、購買部でねかつて売っていましたけれども、とかね、あとあれですね、会場限定ガチャ、ライブの時のライブ会場限定のガチャとかで缶バッジがなんか出たりとかっていうことはあるらしいんですけれども、まあファイナルライブがね実際そうでしたし、はい、まあなんでね、そういう時ぐらいでしか基本的に入んないようなものなんで、ね、またねそれこそ購買部でねなんか再販とかしてくれたら嬉しいですよね。はい。まあそういうことなんでね、まあそれは頑張っていきたいなと思っております。はい。ということでですね、じゃあね、お次はどうしましょうか。お次はじゃあアニメ本編を、語っていきたいなと思います。15分ね経って12分か今経っておりますので、本編語っていきたいなと思います。はい。ですね、じゃあ本編語っていこうと思うんですけれども、ですね、前回の第9話からお話ししていきたいなと思います。はい。前回の第9話、未熟ドリーマーということでですね、見事に皆さんの予想通り、曲名でしたね。はい。曲名で、出ました。はい。まあね、それと同時に、曲が CD リリース情報ということで、夢で夜空を照らしたいと未熟ドリーマー、この2つがですね、9月の14日、に発売がされます。まあフラゲ日含めると9月13日ということでですね、皆さんぜひね、お買い上げいただければと思います。はい。皆さん欲しいでしょう。はい。まあなんでね、ぜひ皆さんお買い上げいただければなと思います。はい。でまあ未熟ドリーマー、第9話放送されましたということで、皆さんね、もうご覧いただけたのかなと思うんですけれども、どうでしょうか、皆さんご覧いただけましたでしょうか。あのね、未熟ドリーマー見たんだけどね、今回3年生相当輝いてました。はい。3年生の皆さん相当輝いていたということでですね、いやすごいね。うん。ちょっとね、今回は俺のね、ね、ほんと何してくれるんだと思ったんだけど、涙腺崩壊させてくれてね、ほんと弁償代払ってもらいたいぐらいなんですけれども、だってね、今回超良かったよね3年生たち。うん。マジであれはジンときたわ。うん。まあ簡単にあらすじ言っていきましょう。東京での出来事を乗り越えて、第8話第7話ですね、はい、の乗り越えてもう一度走り始めた地下たち、自分たちが今できる全力を見てもらうしかないと、沼津の花火大会からの出演のオファーを受けることに決める。ダイヤから学校を休学している3年生の松浦香奈が、過去にダイヤ、マリと共にスクールアイドルとして活動されていたことを明かされた地下。自分が知る香奈は、一度失敗をしたくらいで諦めてしまうはずがないと、香奈がスクールアイドルを辞めてしまった本当の理由を調べ始めるということでですね。まあこれね、もしかしたら皆さんご覧になっていない方もいるんでしょうけれども、まあ話しちゃいます。はい。ですね。まあそうですね。カナンがスクールアイドルを辞めてしまった本当の理由というのはですね、そもそも、東京で、東京スクールアイドルワールドでしたっけ？
のイベントにこの3年生たち3人も出てて、でもその会場の規模や勢いがすごすぎて全く何もできずに終わってしまった、歌えずに終わってしまったっていうのがカナンの主張する意見なんですけども、実はそれは違ったと。はい、本当の理由はですね、実はあれ歌えてたんですね。はい、全然そんなね、東京のイベントごときでね、萎縮するようなメンタルを持ってるカナンじゃありませんので、はい、なんですけど実は当時ですね、その当時の当日、マリがですね、なんか足を怪我していて、で要は踊るのが困難な状態だったんですね。はい、まあ、もしねあれで踊っていたら大事故になっていました。はい、それに恐れたカナンがあえて歌わなかったっていうのが本当の真実なんですね。はい、それカナンもですねこの第9話の時点まで知らなくて、はい、それでちょっと発狂したんですよ、怒ったんですけど、なんでよなんでよとかつって殴り殺して、すいません、殴ってやるって言ったんですけど、すいません、殴ってやる、ぶん殴ってやるとかつったんですけど、でもね、それで諦めて、自分が辞めることによって、マリーの、自分の、なんて言うんだろう、進むべき道、いわゆる自分、マリーの将来のためにも、やめた方がいいんじゃないのかみたいな風に考えて、要は人のために結構頑張っちゃう方なんですよ。はい、なんですけれども、それでねカナンが逆に怒って、でカナンにそれ追求して、ふざけんなっつって、今までね要は入ろうよ入ろうよって言ってたカナンが今度は逆上っつうのがあれなのかな、自分の友達に対して怒ったんですよ。それにちょっとカナンがジンときたんですね。でそれで殴られてないんじゃないか、ちょっと叩かれて、でそれさらにジンときて、ね、それでもう入ろうってことになって入ったわけなんですね。はい、でダイヤはそうかみたいな感じで、俺はじゃねえか、私は生徒会長やってるんで無理っすみたいなこと言ったんですけど、お前も入ろうぜみたいな、いわゆるドタバタみたいな感じで入ったんですね。はい、そういうことでございます。はい、それでその際アニメが終わる時に、未熟ドリーマー、まあ、いわゆるなんかエンジェルにめちゃくちゃ服装が似てる、歌を歌ったわけなんですね。はい、そういうことでございます。はい、これが単純に、まあ単純にっていうか、まあ第9話をですね簡単に言ってみましたということなんですけども、まあやっぱね第9話めちゃくちゃ感動したね。うん、いわゆるここ第9話でもようやく完結っていうかね、そのメンバー全員が入ったねみたいな感じなんだけど、なんかこれキリいいよね。うん、というのもさ、第9話でさメンバー全員が入りました、メンバー9人いるじゃん、だからなんかキリが良くないっていうことなんですけども、ごめんなさいね。なんですけれども、まあそういうことでございます。はい、まあでもやっぱり改めて見てみると本当に良かったね。うん、そういうことなんでございますけれども、まあ何やともあれ感動しましたし、3年生ねようやく入ったということで、ここからがある意味アクアとしての第一歩なんですね。はい、でですね、あとそうだ、第9話でもう一つこれ言うの忘れてたんだけど、あれね、これもね俺ちょっと予想してたんだよ。さ、第3話でさ、なんかアクアって砂浜に書いてあったみたいな話があったじゃないですか。俺も聖地巡礼でその海岸行ったんですけれども、あ、皆さんね、その動画ぜひ見てみてください。そういうことなんですけども、俺もね、でっかくアクアって字書いたんですけども、あれ結局書いたの誰だったんだっていうのを、ちょっと俺第2回か3回目ぐらい、もっと前、あとか、4、5回目ぐらいのファンチャットラジオで話したと思うんですけど、3年生があれ絶対書いたんじゃねえかみたいな話があるんですけど、俺あれね、最初カナンが書いたんじゃねえかって俺予想してたんですよ。カナンああ見えても実はちょっとスクールアイドルみたいな感じに好んでたから、ああ見えてもね好んでたから、実はカナン書いたんじゃねえのかなみたいな感じで散々ラジオでも言ってたんですけども、違いましたね。はい、まさかの不意打ちでダイヤが書いていたっていう、はい、そ
それでね、ニヤニヤしながらね、帰ってたんですよ。俺も次設置で行った時、ニヤニヤして浜辺に書きます。はい、何言ってんだ。そういうことなんですけども、そのニヤニヤしてて、みたいな感じで書いてたんですけど、ね、まさかのダイヤだったっていうね。はい、それは見事に食いつかれましたね。うん。ということなんですけども、まあね、次も俺はああいう感じで書きたいなと思います。はい。でさ、思ったんだけどさ、これなんかみんな言ってるけど、なんかさ、ダイヤってさ、この、なんかいつもさ、髪をさ、こう、垂らしてんじゃん。こう、ピッタシに。うん。あれさ、ちょっとさ、ふわってさ、浮き上がった方がさ、ちょっと若干キャラとしては、いいっていうのがさ、いいっていう風に俺思ったんだけどさ、みんなそれ気のせいかな。なんかちょっと髪がさ、もうちょっと上に上がってた方がなんか、いい気がするんだけど。うん、それさ、いわゆるアクアって文字を海岸で書いていて、ダイヤが。それで、2年生3人に見つかりそうになって、いいみたいな感じで、ちょっとこう、ふわって浮き上がった時の方が可愛いと思うんだけど、これね、ツイッターで見たんですけども、はい。これの方が超絶いいじゃねえかよ、みたいな風に思ったんですけどね。はい。まあ、そういうことでございます。はい。はい。ということでですね、じゃあ、お次はね、今後、まあ、予想されるっていうかね、この後、このラジオがね、相変わらず、9時から放送されてるということなんで、あと1時間半後、このラジオが終わる頃には10時半頃にですね、放送されるであろう、サンテレビではですね、なんか遅延するっぽくて、サンテレビのですね、放送時間がちょっと変更になるっぽくてですね、野球中継のため、放送時間若干変更になる恐れありということでですね、皆さんそれご注意ください。特にサンテレビということなんで、まあ関西地域の方ですね。はい、ご注意ください。はい、ということなんですけども、放送されるということで、ですね、まあ第10話、ですね、まあサブタイトルで言うと、もうこれ皆さん爆笑してると思うんですけども、シャイに始めましたですね。はい。もうね、これ面白すぎだからお前ら。うん。だってさ、シャイニってさ、あの造語さ、なんかアクアの生放送のニコ生の時にさ、たまたま生主じゃねえや、ニコ生の人たちがさ、なんか、たまたまつぶやいた言葉だよね。あれ、うん。たまたまつぶやいてさ、シャイニってさ、あるじゃん。マリーが言ってたさ、シャイニってあるじゃん。あれさ、肩加減にするとさ、シャイニーで伸ばすじゃん。それさ、シャイニーってさ、誰かが言ったんだよね、ニコ生で。うん。煮物の煮ってね、最後書いて。あれでさ、シャイニーって言ったらさ、なんかみんなからなぜかさ、シャイニーみたいに言うようになってさ、で、それがね、とうとうね、アニメでもね、アニメのサブタイトルでもね、採用されるというね、もうこのとんでもないね、あれ、すごいことですけども。お前らこれ凄すぎだから。うん。で、しかもね、ツイッター見たらね、なんか、そのシャイニっていうのの言葉の、生みの親がなんかツイートしてました。はい。で、これ見ると、どうやら、本当にガチっぽかったらしく、その人。はい。まさか採用されるとは思っても見なかったぜ、みたいなこと言ってたんですけど。いや、すごいね。うん。まあ、これはもう褒めたいと思います。はい。マジで。すごいです。皆さん。そういうことなんですけれども、まあね、シャイニー始めましたということで、もうこのタイトルどれだけじゃはっきり言います。全く予想がつきません。はい。ほんと何やんだろうってことなんですけども、シャイニーだからなんだろう。なんか煮物でもつくのかなってことなんですけども、それかあれかね、聖地巡礼行った誰かが言ってたんですけど、なんか沼津の内浦あたりになんか美味しい、なんか魚の定食屋さんみたいなところがあって、そこでなんか、なんだっけ、煮付けがなんか美味しいらしいんですよ。金目鯛かなんかの。はい。それをいわゆるシャイニーって表現してんのかなっていうのもあって、ちょっと全然予想つかないんですけど、まあ、それこそね、今度聖地巡礼行った際はね、ちゃんと美味しい、魚とかね、食べたいと思いますので、皆さんね、それもね、ぜひね、聖地巡礼行った際に動画で撮りたいと思いますので、はい。こうご期待ください。ということなんですけども、何やるんだろうね、シャイニって。シャイニって全く想像つかないんだけど、
まあ本当想像つかないということでですね。まあね、その辺の予想は皆さんにお任せします。はい。いやね、もう本当面白すぎだから、最高ですね。まあ皆さんね、まあそういうこともございますんで、ね、ぜひね、あれね、楽しんでね、アニメね、ね、これからも、っていうかね、まあ、予想からして13話までで終わるんでしょうけど、その、13話がどういう感じで終わるのかっていうのが、ちょっと気になりますけどね。はい。まあそういうことなんですけども、まあね、残りの3話ですか。ん？あ、11、12、13か。なんで残り4話ですか。はい、残り4話ね、皆さんね、一緒に楽しみましょう。というわけでね、本当にね、後半戦も後半戦に入ってきました。のでね、本当に皆さんね、ラブライブサンシャイン楽しみましょう。そしてね、もうこの流れだとおそらく2期あります。はい、2期あるんで、2期もね、また違った気持ちでね、気持ち切り替えて楽しんでね、いただければなと思います。このラジオはね、アクアのファーストライブまでは少なくとも続けるつもりです。はい。アクアのファーストライブまでは続けるつもりでございますので、はい。最低でもね、そこまでは続けるつもりですので、皆さんね、ぜひね、このラジオ、これからもですね、よろしくお願いいたします。ということでですね、もう二十数分も経ってきましたので、ここからね、もうそろそろエンディングに入りたいなと思います。はーい。いやね、本当に皆さん、ね、このラジオね、長らくご愛用していただき、そしてね、ここまで長く続けることができて、本当に嬉しくございます。嬉しゅうございます。はい。なんでね、これからも、ファーストライブまでね、絶対このラジオ続けますんで、終わらせませんので、はい。皆さんね、よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、皆さん、じゃあね、この辺で、ね、そろそろお開きにね、したいなと思います。というわけで今回はですね、今回も私、ちょっとトーク力がある MC 浩平がお送りいたしました。それではですね、皆さんさよなら、バイバイ。